マグマとともに大量の火山灰が勢いよく噴き出し、火砕流は周囲を焼き尽くしました。噴き出た火山性物質の量は2800立方キロメートル、富士山2つ分にも相当しました。過去200万年では最大級の噴火でした。噴煙は上空5万メートルの成層圏にまで達しました。大量のマグマと火山灰を噴出した鳥羽火山の超巨大噴火。噴火の引き金となった現象が最新の研究によって分かってきました。スウェーデンのウプサラ大学で鉱物の研究をしているバレンティン・トロール教授です。トロールさんは超巨大噴火を起こした火山の噴出物を採取し、噴火が起こる仕組みを研究しています。石英が青くて美しいですね。確かに綺麗だ。石英の質感も見えます。そうだね。トロールさんが注目しているのは、石英の中に含まれる酸素の同位体、酸素18の濃度です。石英はマグマの中に含まれる酸素18を取り込み、年輪のように成長します。石英の酸素18の濃度を分析すれば、マグマの中の酸素18の濃度も分かります。石英はマグマ内の酸素18の濃度を記録してくれます。石英に刻まれた酸素18の濃度を見れば、噴火する直前のマグマの様子が分かるのです。トロールさんは湖の周辺で採れた石英の酸素18の濃度を分析しました。すると思いがけない特徴が現れました。石英の電子顕微鏡写真です。年輪のような層は右に行くほど新しい時代にできたものです。分析の結果、噴火直前の層では噴火前の層より酸素18の濃度が減っていたのです。通常は減らない酸素18の濃度が減ったということは、何か別の物質がマグマに加わったことを意味しています。マグマが溜まっている天井部分の岩石は水分を多く含んでいるはずです。その水分が酸素18の濃度を下げていました。トロールさんが着目する天井部分の岩石に含まれる大量の水分、この水分はもともとマグマの中に含まれていましたが、蒸発し天井の岩に染み込んだものです。この大量の水分が超巨大噴火の大きな原因になったというのです。その結果としてマグマが溜まっている天井部分の岩石が一気に崩落したと考えられます。トロールさんが考えている鳥羽火山の超巨大噴火が起きたシナリオです。
マグマの天井にある岩石はマグマから出てきた大量の水分を含んでいます。噴火が起こる直前、地震など何らかの原因で天井部分の岩石が広範囲に崩落します。その時、岩石に含まれていた大量の水分が一気にマグマの中に放たれ、大量の水蒸気が発生します。水蒸気によってマグマが溜まっている中の圧力は急速に高まります。そして限界を超えるとマグマが天井を突き破り地上へ吹き出し、大噴火になったのです。トロールさんはこうした噴火の様子を身近なもので再現できるといいます。まず炭酸水を使います。これはマグマを表しています。フラスコはマグマが溜まっている場所です。このように炭酸水を注ぐだけでは噴火の現象は起きません。ではマグマが溜まっている天井部分が地震などで崩落した場合を再現してみましょう。水分を多く含んだ天井部分の岩石を発泡タブレットで例えます。それをフラスコに入れると、ガスが急激に発生し、フラスコ内部の圧力が高まり、水が溢れ出ました。こうした現象が実際に起きたと推測しています。湿った岩石がマグマに溶け込み、ガスが発生して大噴火が起きたのです。7万4000年前に鳥羽火山で起きた超巨大噴火、それは水分を大量に含んだ岩石がマグマと混じったことで起きたと考えられます。鳥羽火山のように岩に染み込んだ水が原因で巨大噴火を起こす現象は、水が豊富な地球でしか起こりません。他の惑星では不可能です。太陽系の他の惑星では起こり得ない特別な現象だったのです。鳥羽火山の超巨大噴火は水の惑星地球だからこそ起きた出来事でした。超巨大噴火はその後人類に大きな試練を与えます。一体何が起きたのでしょうか。